本日は大町貞夫投手、阪神タイガースでございます。アンダースローからのこちらのピッチング、これね、あわやという感じですがね、見事ライトフライに打ち取るわけでございます。本日はですね、こちら大町貞夫投手のですね、足跡、生い立ちを振り返りながらね、阪神タイガースでの活躍を見ていきたいと思います。まだね、所属しておりました新日鉄光からね、プロ入りした選手も紹介していきたいと思います。大町投手は山口県光市出身で、高校は柳井商業高校でですね、甲子園にはね、残念ながら出場することができなかったわけでございますがね、卒業いたしました1972年にね、新日鉄光へ入社されたわけでございます。こちらのお写真はですね、新日鉄光のね、野球部のグラウンドでございます。そしてですね、社会人2年目ですね、こちらね、プロでもトレードマークとなります偏光サングラスをね、かけられたわけなんですよね。偏光サングラスってなんやねんということでね、まあ、ちょっと豆知識としてですね、まあ、レンズのね、間にですね、乱反射のね、光をね、こう防ぐという形のね、偏光フィルムというのがね、レンズとレンズの、ね、間に挟まってるらしいんですよ。そういうことでね、乱反射とかね、このそういうのがね、こう見えないっていう形なんでね、野球選手にはね、いい感じなんじゃないかなというのが偏光サングラスらしいです。大町投手もですね、山口県出身の選手なんですけど、山口県出身の選手はですね、やはりね、地元のですね、新日鉄光というね、社会人チームにね、入ることが多かったわけなんですけれどもね、その中のこちらご一人がですね、山本和夫投手、広島東洋カープでね、リリーフでね、活躍されたピッチャーでございます。山本和夫投手はですね、柳井学園高校から新日鉄光に進まれております。そしてこちら森伸二投手は山口県岩国市出身、高校は岩国工業高校でね、そちらからね、新日鉄光へ進まれたわけですね。まあ、最終的にはですね、新日鉄近日を経て西武ライオンズへ入団することとなるわけですかね。やっぱり森伸二投手はね、やっぱりね、快速球、球速かったですよね。そしてこちらロッテに入りました川本康幸投手は山口県熊毛郡田伏町出身、高校は田伏工業高校、この時はね、軟式野球だったんですよね。そして新日鉄光に入ってから公式でね、活躍したわけでございますね。どうもね、こうしてみるとですね、新日鉄光からね、プロに入られた選手っていうのはね、リリーフでね、活躍されてるピッチャーがね、こうしてみるとね、意外と多いわけでございますね。本日はですね、大町投手が主役になるわけなんですかね、今紹介した中でね、こちら川本投手のですね、オールスターでのね、ピッチングをね、ちょこっとだけね、見ていきたいと思います。やっぱりね、川本投手はね、ストレートに威力がありますよね。これね、ロッテのね、懐かしいですね、マリーンズになった時のピンクユニフォームでね、背番号もね、46ですよね。新日鉄ね、光に入社後もですね、73年にはライオンズに6位、75年にはですね、ロッテオリオンズにね、2位指名をね、受けるわけですがね、そのままね、拒否してね、新日鉄光でプレーを続けていたわけでございますがですね、79年にですね、三菱重工広島にですね、補強されてね、都市対抗に出場してですね、活躍してですね、まあ、3勝をマークするということでね、橋戸賞を受賞したわけなんですよね。そしてね、その年のね、1979年、ドラフト外で阪神タイガースへ入団することとなったわけでございます。その時はですね、社会人8年でね、すでに26歳という年齢だったわけでございます。大町投手はドラフト外でございますが、その年のドラフト1はこちら、岡田彰布でございます。岡田とね、大町というね、プロ入りが同期になるわけなんですね。こちらですね、日ハム時代のね、ただの投手のこちら、スローボールのね、画像でございますがね、大町投手もですね、ゆっくりとしたね、ゆったりとしたフォームからね、繰り出す超スローボールでね、相手をね、翻弄するというね、ピッチングが持ち味だったわけでございます。大町投手はですね、1年目からね、リリーフで活躍いたしまして、1年目1980年にはですね、37試合に登板して、2勝2敗4セーブ、防御率 2.75 の成績を残すわけでございます。となりますとね、こういうふうに雑誌の方ですね、やはりね、メガネかけてね、そういう華奢な体つきですからね、まあ、野球選手ね、普通の格好してたら多分ね、サラリーマンに見えるんじゃないですかね。ケンジさんのサラリーマン投手というね、この表現もされておりますしね、メガネのね、係長という風なね、感じでもね、呼ばれていました。そしてですね、ここからね、大町投手のね、映像を見ていきたいと思ったんですが、いきなり篠塚にデッドボールですか。これはまた面白い映像になりましたね。これね、ちょっとスローになってるんですけどね、これね、大町投手のね、なんかすごいピッチングというよりは、むしろこちらのですね、レフトのファインプレーのね、映像ということなんですよね。
まあね、なんか大町選手がね、ビシバシね、投げる映像がね、あんまりちょっとね、申し訳ない、ないんですけどもね、こういう感じで、これでもな、結構いいですよね。そして大町投手、プロ入り2年目、1981年はですね、50試合に登板して、7勝1敗、8セーブ、防御率 1.91 とね、リリーフでね、大活躍をするわけなんですよね。でもね、しかしながらね、そもそもね、大町投手をですね、リリーフでね、使う予定ではなかったんですね。というのもですね、当時の中西監督はですね、リリーフのね、条件として、三振を取れるストレートとね、連投に耐えうるスタミナということを挙げていたわけなんですよね。まあ、それがね、大町がないということですね、こちらの映像にございます。池内投手、そしてこちらのね、ひげのね、江本投手をですね、リリーフでね、使う予定だったんですけどね、江本のね、度重なるリリーフ失敗とね、池内の調子がね、上がらないということでね、大町をね、起用せざるを得なかったわけでございます。まあ、中西監督がね、求めてるね、リリーフの条件というのは持ってなかったのかもしれませんが、制球で勝負するタイプですしね、社会人でね、8年間ね、やってたということでね、やはりね、投球はね、落ち着き払った感じがするわけなんですよね。そしてね、表情にも出すことはなくね、どんな局面を迎えてですもね、冷静にね、立ち向かっていくね、そういうね、姿がね、大町にはあったわけなんですね。だからね、当時のね、小林茂投手はですね、いや、あいつはすごいよね。俺のようにね、カットならない。まあね、だからなんていうかな、度胸があるから大したもんだよねって言われてたんですよ。ではね、実際に大町投手がね、リリーフでね、最後を締めくくるシーンというのをね、見ていきたいと思います。こちらね、巨人戦ですよね。このアンダースローがね、大きく振りかぶって投げるのがね、なかなかね、いいですよね。松本をピッチャーゴロに打ち取ってゲームセット。お疲れ様です。大町投手、セーブをマークでございます。これ懐かしいですね、このタイムテーブルもですわ。ピッチャー、工藤が勝投手なんですね。2年目はね、リリーフで大活躍したわけでございますが、1980年、3年目は35試合に登板して2勝3敗、そして4年目、1983年は21試合に登板して0勝1敗ということですね。わずか4年でですね、現役生活を終えられたわけなんですね。私自身が山口県出身ということもありましてね、大町投手をはじめね、先ほど紹介されたね、山口県出身の選手にはね、やはり思い入れがありますしね、あと広島ね、活躍した津田投手も含めてですね、やはり山口県出身のね、ピッチャーというのはね、リリーフで活躍するっていうのがね、なんかね、多い気がしますね。大町投手はね、4年で通算143試合、11勝7敗、12セーブ、防御率 3.38 の成績を残されております。引退後はですね、スコアラーマネージャーを歴任しね、球団職員になられたわけですからね、ほんまにですね、2000年にはですね、営業部のですね、課長に昇進されたということでね、ほんまにね、課長さんになっちゃったわけですね。本日は阪神で活躍しました大町貞夫投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では